あなたはこの町の子供たちを助けてくれたわ。つまりこう言いたいのか、ヒーローって。二人に感謝を伝えたくてみんなで出し合ったの。ありがとうクララ。おお、フレディ、その服じゃ全然誰かわからなかった。めかし込んだわね。あ、これまでの数々の協力に感謝する。君らが成し遂げてきたことには敬服しているよ。それと今後の成功を祈っている。よかった、ここにいたが。プレゼントがある。そんなことしなくても。甘やかすなよ。またプレゼントか。テンプル騎士が減ってる。認めたくないけどルークスは使える。聞いたかエビー、使えるってさ。ロンドンで有意義に過ごしたね。誇りに思うよ。ミス・フライ、本を持ってきたんだけど、もしかしてお邪魔だったかな。まさか、大歓迎よ。植物標本？誰かのために花を？自分用だよ。イギリスの娯楽だと聞いたんでね。それぞれ意味があるって知ってた？そういえば聞いたことあるわ。そうか。でも時間がなくてなかなか集まらないんだよ。集めるの手伝うわ、もしよければだけど。ありがとうミス・フライ、嬉しいよ。木製層、見た目よりも中身が魅力。それって褒め言葉のつもりなの？霧の中の愛、素敵な名前ね。こうも呼ばれてるね、茂みの悪魔。スイス、自己愛。チェイコブに花束を買わなきゃ。意地悪だなミスフライ。本当に面白いけど仕事に戻らなくちゃ。用があれば。花を送るよ。アイリスのね。メッセージか。確かに。メッセージ、希望、完成？赤いチューリップは愛の告白。あのミスフライ、僕が君を何よりも尊敬し、大切に思ってることは知ってるだろう。それでもし僕を受け入れてくれるなら結婚してくれ。いいわ。